You're listening to Shibuya Cross FM. Shibuya Cross FM, めっちゃやきラジ。さあ始まりました第4回めっちゃよきラジ。イエーイ。というわけで私 MC の芸歴30年、売れるタイミングと辞めるタイミングを逃しましたおたるくんです。よろしくお願いいたします。お願いします。めっちゃ悲しいってことでそして、はい、はい、めっちゃ輝きたい候補生アシスタント MC を務めさせていただきます、愛涼香です。お願いします。涼香ちゃん、お願いします。輝いてるよ今日も。本当ですか。ということで、はい、もうね2週間ですか。そうですね、経ちまして、何かありましたか2週間。やっぱり私たちメンバーが、うん、メンバーが確か前回2週間前に、はい、こうラジオをやった時にも増えてる途中だったんですよね。確かに、もともと2人だったんでしたっけ。そうです、確か先々週で5人くらいになってたんですけど、はいはいはい、なんと7人になりました。うわー、すごい変わりましたね、これすごいニュースだなと思ったんですけど、はい、さっきですね、はい、ツイッターでこうバーって見てたらゾックに福田香音ちゃんが加入したっていうので、あのそのめっちゃ輝き隊のあのメンバー増えたのでぶっ飛んじゃいました。でも私もそのね、ゾックさん、はい、めっちゃびっくりしました。ハロプロとか好きなんだっけ。あのアンジュルムさん、うん、好きだったんですよね。そうなんだ。だからてかちょうど福田香音さんがいた頃が一番よく見てたんですよ。わかる。え、アンジェルムってもともと名前なんだっけ。スマイレージ。スマイレージの初期のメンバーめっちゃいいよね。はい。夏祭り、でで君となんてててみたいなね。いや、そうですよ。ごめん、喋りすぎちゃった。もう時間、はい、この番組を説明してください。はい、ここで番組について簡単に説明します。はい、めっちゃよきラジは今注目の女性タレントが多数出演し、癒しの時間をお届けする、うん、各週50分間の生放送番組です。うん、アイドルからグラビアアイドル、歌手や女優まで今注目の多くの人たちが出演しますので、はい、皆さん最後までお付き合いください。よく読めました。ということでですね、ちょっといきなり喋りすぎだったんで、はい、そろそろお時間なんで、はい、この後、はい、ミュージックビデオ放送挟んで注目のアイドルの方々が登場するめっちゃアイドルの時間です。はい、はい、では愛ちゃん曲紹介お願いします。はい、日向優奈さんで残したカタログです。どうぞ。さあここからは今注目のアイドルの方々が登場するめっちゃアイドルの時間でございます。イエーイ。はい、ということで3月期レギュラーのチェミーさんからセサンさんとあゆさんにお越しいただいてます。チェミー大好き。チェミー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 あ、すいません、あ、バラバラで、はい、じゃあ自己紹介してもらいましょうかね。お願いします。チェミーの水色担当してますあゆです。よろしくお願いします。あゆはい、チェミーの紫担当のセサンです。セサン自分で言っちゃったよ。言わせて、はい、こんばんは。こんばんは、私たちチェミーでーす。ありがとうございます。カメラがありますね。今どっちでしてるか。カメラに向かってチェミーポーズお願いします。チェミー、ね、あ、いいですね。いい、もう一回もう一回チェミー。あ、いい、あ、いい、あ、もうウイルスがいっぱい飛んでた。気をつけてください皆さん。ウイルス飛んでたんでね、パンじゃないよ。撮ってください。さあ、毎回ね、最近チェミーの皆さん、メンバーが入れ替わり立ち替わり出ていただいてるんですけど、もう聞いてますこのラジオ。あ、もう本当に、はい、聞いてます。いつも全部聞いてる。どのシーンが良かった、この今までの名場面。私、うん、中が喋るのが好き。まやかちゃんもう本当に、いや、俺が喋るのはおたるさんのトークが好きとか言わないと、もうそういうのがね、大事なんです芸能界。まやか、こびへつらうのが大事なんです芸能界。真中ちゃんとウォータルさんのそのコンビネーションがめっちゃ好きなんですよ。アミちゃんの立場ないでしょ。アミちゃんアミちゃんの立場も、アミちゃんも頑張ってましたから。アミちゃんも頑張ってました。じゃあお二人はおいくつなんですか。
秘密です。秘密ね、セさんは秘密。で18歳です。あ、もうこっちも秘密にすれば。あ、秘密です。もう言っちゃったらダメです。18歳ね、秘密です。学校は今休み？今休みですね。あの入学式延期になっちゃったんですけど。あ、入学式ないんです。ないんです。ないの？そうです。やっぱコロナの影響で。そうです。今年の新入生と卒業生が一番かわいそう、うん、はい、私ですね。人生以外の入学式とか卒業式が、うん、あの、なんか影響ありますか、コロナの。私は大学の、その大学って言っちゃったよ、もう秘密ね、あれ。じゃあ18から22の間なんだね、じゃあね。大学の授業がちょっと伸びちゃって。あ、伸びちゃって、いろいろね、影響あって。ライブとかは、ライブは、あ、ちょいちょいなくなりますけど。なるほどね。なんか、お二人パッと見た感じ、ちょっとキャラクターが違うっていうか。確かに、確かに。猫犬じゃないですか。そういうこと。猫犬か、でもそれぐらい、なんか、系統が違う。違いますね。こう、なんでアイドル、チェミーに入ろうと思ったんですか。なんで、うん、アイドルなんでなろうと思ったの。昔から憧れてたの。あ、K-POP の事務所なんですよ。 K-POP ね。そうなんですよ。あ、超ヨンピルとかプサン港へ帰れとか。ここでもう時代変わる。なるほどね。そうですね。そうですね、じゃないです。ナイス。え、誰が好きだったの。TWICE。 TWICE です。あー、はい、うん、トワイスの。セさんはチェミが好きです。誰も、今誰も、世界中の誰も、あなただけですよ、笑ってたの、世界中で。絶対、うん、きっと笑ってる人いますよ。え、じゃあチェミのその歌とかライブとかはその K-POP っぽいの。いや、え、でも事務所に違う、なんか事務所は K-POP の事務所なんですけど、ね、チェミだけが独自的に J-POP の方、うん、ちょっと外れてる感じが。なるほどね。でもいつかはね、K-POP やるかなと。あ、やりたいみたいな。あ、そうなの。そうですね。それの踏み台としてアイドルを今やってる。そうですね。そうですねって。違う。踏み台って。全部そうです。でもまあね、いろんなのできた方が楽しいから。そうですね。いろいろできれば。まあ確かに、アイドルって短いじゃない。そうです。寿命がこう。でも大人っちになってから、そのK-POP やったらまたいいもんね。セクシーなお姉さん。セクシーな。いいですね。あ、いい。また今コロナウイルスが今飛んでましたけど。はい、さあ、ということで、はい、質問ボックスやりましょうか。はい、そうですね。はい、この中にいろんな質問がね。はい、はい、はい。怖い。ここにトークテーマが書かれた紙が入っているので。はい。こちらからね、1枚ずつ引いていただいて、はい、引けますね。じゃあ、から行ってもらいます。はい。これにしよう。いいね。あ、かわいい。はい、じゃあ、ちょっと、ちょっと見えた。いい、見えていい、見えていい。ちょっと見えた。はい、じゃあ読んでください。私、こう見えて〇〇なんです。わぁ、これは聞きたい。おー、いいですね。あ、ちゃんと、ちゃんと、はい、じゃあどっちからいきます。じゃあ、あゆちゃんからいきます。はい、オッケーだ。こう見えて、でも見た感じはね、すごい大人しそうな、かわいい、真面目そうな優等生。私、すごい人見知りなんですけど、はいはいはい、めちゃくちゃポジティブなんです。へ、なんか人見知りの人って結構ネガティブに見えるじゃないですか、うんうん、最初の方。でもなんか、え、どういうこと？ポジティブ。え、今日はまあなんか初めての人と会って、あ、今日喋れなかったラッキーと思うの。ちょ、ちょ、そのポジティブ。そういうことじゃない。そういうことじゃなくて、仲良くなると結構ポジティブで、うん、あ、じゃあ例えば車に轢かれて、あの、あ、普通だったら、わ、轢かれた、もう、あ、アンラッキーと思うけど、あ、そうです、あ、死ななくてよかった、ラッキーっていう。あ、そうです、そうです、そうです、そういうことです、そういうことです、そういうことです。なんか最近そういうのあった、なんかこうポジティブに考えた、よく、うん、あのお家で言われるのが、うん、私鏡すごい見るの大好きです。ねー、気持ち悪い。自分の顔ばっか見てんの。かわいい、かわいい、かわいい、アイドル、一応アイドルなんで、ちょっと見た目を、はい、そう、気にしようと、そう思って、はいはいはい、で、やっぱ可愛いって思えば可愛くなるんじゃないかなと思って、うん、お母さんに、今日も可愛いって言ったら、お母さんがもうそれずっとなんか言われすぎて、うんうんうん、もう最近無視されるようになったんですよ、うんうん、でもずっと可愛いって言ってれば可愛くなると思って、うん、そこがポジティブすぎて、ね、お母さんに最近すごい無視されるような。だから毎日どんどん可愛くなってる。あ、うまい、すごい、さすが、素晴らしい、あ、また褒めてる。
素晴らしい。じゃあセサンさんは、私はあえて逆に超ポジティブに見えるんですけど、実際はネガティブ。そうなの。なんかすごい明るいしね、めっちゃ見えますね。逆だね。逆ですね。落ち込んじゃうんだ、落ち込んだ時はどうやって元気を取り戻すんですか。一応、なんか自分だけトッポギトッポギを鼻にこう入れて鏡見て、やだ私バカだな。どうやって元気なの。いじめてないよ。パパパパがあのね、私はですね、あの好きな音楽聴きながら一応歩きます。へー、いいかもね。景色が変わってこうね、気分転換になって、緑がすごく好きなんで、自然とか公園とか普通に歩いて、大好きなコーヒー飲みながらちょっと自分だけの時間を持ってはすぐ戻るんですけど。なるほどね、そういうタイプね。じゃあ友達にあげましてほしいとかそういうんじゃないんだ。それ自分で解決する。だから自分だけがまず解決。なんか落ち込んでたら、なんか重くならないんじゃないですか。なんか空気が重いんじゃないですか。確かに確かに。でそしたらその周りの人も絶対それ感じるんですよ。でそれが嫌いなんで、嫌だとね、一人でできれば、ちゃんと気遣いもできるっていうことで、はい、じゃあ次の質問いきましょうか。はい、はい、いいですね、皆さん結構喋りますね。いいですね。はい、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 次のこっちです。最近キュンとしたとこ。あ、こういうの聞きたい。え、もう僕はもうチェミーから僕パパなんて言われてますけど、僕はもう君たちのこと子供とか思ってないですからね。ちゃんとしたもう大人の女性として見てますんで。この前、もうさっき上で大樽さんに愛してるよってのか言われてもキュンとした。それがサランヘヨ。いいんですよ、いけば、いけば、いけば。じゃあそれにしますね。それにしますね、じゃない。あいちゃん、じゃあ結構チェミーすごい仲いいって言われてるじゃないですか。ラーメンばっか食べてますね、みんなで。そうだ、ラーメン。私はまあラーメンわかんないんですけど、なんだ、結構チェミーメンバーすごい仲いいので、結構スキンシップが激しいんですよ、メンバー同士で。で、この前、こっちのほっぺにアミちゃんにキスされて、こっちのほっぺにマナちゃんにキスされて、キュンとしました。かわいい。かわいいエピソードだな、もう。イチャイチャしてるの、ほんとイチャイチャしてるのね。そうなんです。プロポーズ、4人ぐらいにプロポーズされたんですよ。メンバーの4人。結婚しようって。イチャイチャしてるメンバー同士。さあ、ということで、告知の方、ちょっとね。そうですね。はい、していただきたいと思います。はい。今月の31日に、両国サンライズさんで、6時半から、夜の6時半からライブをします。そして MC が超新塾さんなので、全員全員全員5、6人いるでしょ。あ、でも今のところ5人あってます。すごい、友達だからよろしく。あ、そうなんですか。へー、だからいつも楽しいんだ。わー、だから。そう、そう。やっぱすっ。だから超不思議だったよ。君の時さすが。あとは？はい、あとじゃあ、ちーさん。あとは、4月2日、チェミーの双子ちゃんがいるんですけど、そのセミマの双子ちゃんの最後の卒業ライブになるんです。寂しい。はい、19時から、その秋葉原にある浅草橋マンホールさんから卒業ライブを行いますので。両国とかさ、浅草橋とかさ、なんか俺ん家の近くなんだよね。おー、じゃあ俺浅草に住んでるから、ずっと。じゃあ来るしかですね。行きますわ、じゃあ。ねえ、お忍びで。じゃあ、超新塾さんと一緒に MC。いえいえ、恐れ多いですよ、そんな僕みたいなもんが。はい。さあ、まあそんな感じですかね。はい、じゃあ続いてはですね、ミュージックビデオを挟んでミスフラッシュ2020の皆さんがですね、出演するめっちゃ激推しの時間でございます。ご覧いただくミュージックビデオ、あ、チェミーさんの残像、リグレットという曲なんですが、お二人見どころは。見どころ、じゃあ落ちサビで、なんか、セサンちゃん、私、セサンちゃん、マナカちゃんっていう列で3人並ぶときがあるんですけど、
そこでめっちゃ後ろから私がちょっかい出さない、あ、それもちゃんと映像に入ってるんだ。それはないんですけど。ないのかい。でもライブミュージックビデオの見どころ聞いてんの。ライブに来てくださいっていう話でした。そうです、ライブに来ないと分かんないですよっていう。ミュージックビデオの見どころはないの。ミュージックビデオどこで撮ったの。結構なんかイチャイチャしてるところ。そう、そればっかじゃねえかよ。イチャイチャはあんまなくない。なんか結構真剣な表情してたりするので、あんまり見れない表情かもしれない。確かにいつもね、ふざけた顔ばっかしてるから、うん、真剣な表情も見てみたいということで。じゃあお二人ちょっと曲振りをお願いします。はい、はい、じゃあせーの、あれチェミーで、チェミーで、うん、チェミーで残像リグレットです、どうぞって言ってください。はい、チェミーで残像リグレットです、どうぞ。どうぞ。ここからはちょっと小樽さんと愛ちゃんにはお休みしてもらって、めっちゃ激推しの時間をお届けします。イエーイ。はい、それでは自己紹介しましょうか。まずは私、どこかな、ここか。ミスフラッシュ2020日野アリスです。よろしくお願いします。まだ初めてだからね、ちょっと慣れてないんですけれども、日野アリスです、よろしくお願いします。はい、あ、ミスフラッシュ2020藤田いろはです、よろしくお願いします。ミスフラッシュ2020白宮奈々です、よろしくお願いします。お願いします。イエーイ。はい、私はあの1ヶ月ぶり2回目の出演なんですけど、いろはちゃんと奈々ちゃんは初めての出演になりますね。はい、ね、はい、初めてです。 どうですか、ラジオあのレギュラーですよ。ね、決まりましたね、びっくり。そうなんですよ。なんかずっとなんかラジオの仕事とかすごいやりたかったから。そうだよね、まさかいろはちゃんってだって放送部っていうかさ、そうそっち系をやりたかった人だから。言ってましたよね。わかります。なんかミスフラッシュ2020のみんなでできるのが嬉しいです。私はなんか仕事配信とか、うん、月一あるじゃないですか、うん、あれとか一緒にやるけどみんなでは喋らないから。確かに。そう、みんなで喋れるのが嬉しいです。それはわかる。私も嬉しい。ね、あのあともう一人先が瑞希ちゃんっていうあの子がいて、4人でミスフラッシュやってるんですけど、あの、まあ、瑞希ちゃんがね名古屋なんですよね。そうね。だからみんな4人揃ってラジオで、ね、やりたいなっていう気持ち。ね、はい、みんな結構仲いいから。そう、本当にね。でもご飯とかまだ行けてないよね。そう、実はいろはさんと犬たりだったんです。なんでそんなことくれないんだよ。そうなんだよね、ここ2人は一応ね実現してるのよ。犬たりで行っちゃったんですよ。あれでしょ、舞台一緒にやってたからでしょ。違う、あの舞台本番前にちょっとだけ時間あるって言ったら、うん、じゃあご飯行くって聞かれて。なんで誘ってくれないんだよ。いや、方向がね一緒だったから。そう、方向がその後私も向かう場所と ね一緒だったから。一緒ご飯行こう。分かりました。チーズタッカルビね、食べてね。はい、ということでね、毎月やっていきますのでよろしくお願いします。お願いします。はい、さあここからはこんな企画に行きたいと思います。ミスフラッシュが選ぶめっちゃ気になるフラッシュ記事ベスト3。イエーイ。はい、ということで今週のフラッシュはこちらですね。じゃじゃーん。皆さん見ていただいてますでしょうか、書店コンビニなどで。であのこの記事の中からですね、はい、まあ、いろいろあるわけですよ、フラッシュの記事、はい、いろいろあるわけですけれども、うん、あの私たちもね実は裏側に載ってる、載っています、載ってますなんですけど、この中から私たちがねあの気になる記事っていうのをピックアップしていこうと思います。はい、ということで、はい、第3位からはい、いきますかね、はい、と思うんですけど、はい、まあ、まずあのフラッシュ読むときみんなどこから読むとかある？グラビア。間違いなくグラビ ラビア。可愛い女の子の水着姿を見たい。間違いない。まあそんな感じでね、あのグラビアももちろん大事だけどいろいろありますからね。はい、はい、じゃベスト3からいきましょうか、はい、ベスト3は何でしたっけ。嘘、私決めたじゃん。嘘、覚えてますよ。嘘、これだよ。最初、はい、第3位はこちら、ふにゃっしゅー。イエーイ、猫、はい、かわいい。女子らしく選んだものですね。このふにゃっしゅーを見たときに、ななちゃんが、やだって言ったんですよ。猫やだって言うの。言ってないですよ、言ってないですよ。言ってたじゃん。言ってたよね。言ってたじゃん。ふにゃっしゅ
私が嫌なんじゃなくて、そう猫が嫌なんです。猫がね、嫌なって怖いって言ったもんね。猫が怖い。なんで猫が怖いの、ね、この目やばくないですか。やばいって何。やばい。いや、この猫の飼い主に失礼やから。本当だ。このなんか目の、ね、目のなんか銀ってのが、目がこうピュってなってるのが、ヒュッ、あのシュッってなって目、え、ユーってナナちゃん、ね、猫顔だよ。え、嘘だ。やだ。猫顔だよね、確かに、うん、目が猫顔だと思う。やだ。受け入れましょう。受け入れません。え、いろはちゃんは猫好き。猫好き、大好き。え、猫飼ったこととかある？ある、ある、全然ある。あるんだ。そう、なんかあの今ちょうど実家に猫一匹いる、うん、かわいい。猫飼いたい、普通に今の家でも。私はなんかグラビアアイドルってめっちゃ嫌がっとんじゃん。なんだちゃん、めっちゃ嫌がっとんそんな嫌、うん、なんかでもグラビアアイドルってすごいあの猫飼ってるイメージがあります。飼ってるイメージあります。みんな飼ってる、みんな可愛い。みんな飼ってる、みんな可愛いね、イメージある。え、奈々ちゃんはでも周りのほらお友達とか。え、私は事務所の先輩がめちゃくちゃ飼ってます、うん、なんかえ、もうそれこそフニャッシュに何名かの方出てますね。あ、そうなんですね。じゃあ顔え、大丈夫です。大丈夫です。あの、いいです。なんか奈々ちゃんがあんまりいい反応してくれないので第2位にしたいと思います。それでは続いて第2位です。いろはちゃんお願いします。はい、はい、ページが追いついてない。見つけてない、はい、どこだっけ、どこだっけ。第2位は、うん、前の方かな。前の方、前の方なんですけど、うん、ちょっとちょっとちょっと、折ってると分かんなくなっちゃったね。あそこだ、あった。第2位はこの藤田ニコルさんの彼女史上最高映えるっていうページでーす。さすがいろはちゃん、やはりグラビアを選びましたか。いや、もうグラビア大好き。すごい。なんか藤田ニコルさんってその、うん、モデルのイメージがすごく強かったんですけど、雑誌モデルのイメージ結構攻めたグラビアねしてます。これとかね、これとか私最高好き。いや、これめっちゃかっこいいですよね。てか、うん、そもそもこの表紙のこの表情よ。わかる、ね、表情いいわ。よきよき。だからゆうまちゃんでちょっと感性がなんていうの、独特ですよね。独特だよね。女の子ではない感性持ってるよね。なんかあの女の子ではないな。うそありますよね。うそ、でもいい表情するよな。え、でも本当に綺麗。いや、本当、ね、これとか私めっちゃ好きだけどな。ねえ、いい。お指を加えてらっしゃる感じ。そう、ね、めちゃくちゃいいですね。いいよね。ケッチ触っちゃった今。いや、触っちゃった。髪だから触っていいけど。やばいわ。ちょっとあのいろはちゃんが若干変態ぶりを発揮しているので第1位いきたいと思います。はい、はい、それではいよいよ第1位です。ナナちゃんお願いします。はい、どれにしようかな。まあ、はい、まあ、やっぱもちろん、まあ、こちらですよね、こちら。じゃじゃーん、裏表紙ですね。裏表紙、教えて教えて、それ誰が乗ってるの。誰なんだろう、これめっちゃ可愛い子がいっぱい乗ってる。誰誰誰、めっちゃ可愛くない。なんか、藤田いろはさんっていうこと、関川瑞希さんっていうこと、うん、白宮奈々さんっていう人と、うん、日野アリスさんっていう人が乗ってます。もう最近、めっちゃ可愛くて、めっちゃ可愛い。やばくないですか。待って、いつまでボケ続ける。恥ずかしいな。やめよう。はい、はい、なんですけど、やっぱもちろん、はい、あの、うん、私たちが乗ってるっていうのもあるんですけど、はい、ね、私たちの後輩となる、ね、はい、募集が開始したっていう。そうそうそう、2021ね。そう、もうね、あっという間に、うん、ね、ほんとよ。なのでやっぱ今週のフラッシュは、うん、第1位ですかね。1位ですかね。文句なし、文句なし、文句なし。はい、かな。いや、でもこれさ、あの、はい、まあ、ミスフラッシュに私たちならせていただいてから、うん、あの雑誌にねそれぞれ乗らせていただいたり、うん、みんなで乗らせていただいたりとかあるんですけど、これめっちゃいい写真。いいですよね。そう、あの沖縄のね、宮古島めっちゃ透き通ってますもんね、海。ね、すごい綺麗だったね。すごい眩しかったけど。そうね、風も強かったけど。ね、みんな目が開かなくてね。めっちゃ文句しか出てこないけど大丈夫。ね、すごい綺麗だったよね。綺麗だった。本当綺麗だった。私沖縄とかそっち行ったの、あの本当グラビアが初めてだったから、ね、こんなに綺麗な。え、でもその
このトップの写真もいい写真だなって私は思うけど、このちっちゃな写真もすごいいい写真だなと思ってて、うん、いいですよね。これね、この受賞式のね、あのよかったらコンビニで見てほしいんですけど、そう、受賞式の写真、みんな受賞したよって初めて言えた時のね、写真だからみんなすごい幸せそうな雰囲気、幸せだった、オーラ感じるわ。いい写真、いい写真だなって。すごい、でも緊張しなかった受賞式、したわ、震えたよ私、怖かった、緊張よりも怖かったです。怖かった、怖かった、なんかどういう気持ちで、どうしようみたいな、え、なんかどう思われるんだろうっていう、まあね、なんか自分のファンの人だけじゃないじゃないですか、やっぱ候補生がいっぱいいて、その中でってなったから、なんかどう思われるんだろうっていう怖さはすっごいあって、緊張よりも怖さがかってました、うん、本当確かにそれがリアルかもしれない、ね、リアルだよね、ですよね、本当、うん、で出る前に泣いちゃいそうになりました、もう怖くて、本当に怖くてだったのみんな、私すげえなんか常に泣いてたよな、ずっと泣いてた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 、怖いとこじゃなかったって、緊張ですよね、ずっと緊張するって言ってましたもんね、緊張しとったわ、やばかったね、ね、だって私一番最初に名前呼ばれたから、うん、そうね、もうトップバッター出なきゃいけないわけだから、もう足がドキ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 で、もういやでもあのシャツをいつもあの、うん、フラッシュ、ミスフラッシュの会見ではシャツを脱ぐんですよ、うん、そうそう、あのオーバーなねシャツを、うんうん、でそれであの脱ぎ方あるじゃないですか脱ぎ方よかったよひろはちゃん、嬉しいえ、私脱げなかったです、そのあの違うんですよ、女の子と男の人ってこのボタンが違うんですよね、あ、確かに、そう、違うくてプラス新品なので、うんうんうん、そう、うんうん、脱ぎにくかった、わかる、確かに、そうなんですよね、はい、ということで、はいはい、記事の話でいろいろ膨らみましたけれども、ね、まあ、こんな感じでね、毎月いろんなね、あの記事とか見て、私たちもフラッシュを普及して、ね、行きたいと、ね、普及して、ね、普及して、そうそうそう、普及していきたいと思いますので、ね、皆さんぜひフラッシュ見てください、お願いします。さあ、あのあっという間でめっちゃ激推しの時間、そろそろ終わりの時間でございます。早い、お二人とも初出演いかがでしたか。え、あっという間すぎて秒で終わったねえ、もっともっと喋りたかったですね、喋り始めたらキリがなくなってくるね、ということでめちゃくちゃ楽しかったので、また来月、はい、はい、みんなで出れたらいいね、ね、そうですね、はい、来月もよろしくお願いします、よろしくお願いします。はい、じゃあ、告知なんですけれども、私たちミスフラッシュ2020のメンバーはマシェパラにて、毎月の定期放送を行っております、はい、で、もう今月は終わってまして、来月は4月の15日の予定です。まあ、いろいろな影響でね、ちょっとあのちゃんとできるかっていうのはまだわからないんですけれども、15日の予定です、はい、詳細はマシュバラホームページおよびそれぞれの SNS で、確認してください。そう、みんなツイッターとかやってますので、ぜひチェックしていただけたらと思います。そしてミスフラッシュ2021、先ほど言いましたこちらの選考オーディションが開始いたしました。情報はこの番組でも毎回お届けしていきますので、皆さんチェックの方よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでお届けしたのはミスフラッシュ2020日野アリスト、同じくミスフラッシュ2020藤田いろはと、同じくミスフラッシュ2020の白宮奈々でした。あ、この後はこの後は MV の放送を挟んでめっちゃよきラジエンディングです。 MV はアウェイクさんで DD で GO です。どうぞ。
という間にエンディングのお時間ですが、本日はなんと、はい、エンディングゲストがはい、そうなんですということでお呼びしましょう。はい、はい、ショールームにて出演権をかけて行われたバトルに勝利した、うん、ソレイユあやめさんです。どうぞあやめ、ありがとうございます。はじめまして。はじめまして、お願いします。自己紹介の方お願いします。はい、はい、私音楽とスポーツを愛するアーティスト活動しております、はい、ソレイユあやめと申します。よろしくお願いいたします。お願いします。いや音楽は分かるんですけど、はい、全然スポーツ感ないじゃないですか。全く、うん、あ本当ですか、はい、文化系かなって思う、ね、いやいや、もともとソフトボールプレーヤーでして、はい、15年間本当にオリンピック選手を目指して全力で白球を追いかけておりました。いやもうすごいすごい、真夏とかもう真っ黒で、そうですね、セイロガンみたいな感じになっちゃって真っ黒に短髪ですね。なんか、イメージが ね、 イメージがね、本当ですか。すごい品のある方だなって、ありがとうございます、ね、すごく素敵な、ありがとうございます。ジャケットも僕の実家のカーテンと同じ感じでいいなと思っちゃう。なんか親近感湧いちゃって花花ながら、ね、素敵だなと思っちゃって。素敵ですよ ね、 ね。これお名前なんですけど、はい、ソレイユって、うん、はい、何ですか。シルクドソレイユのソレイユですか。そうです、太陽という意味ですね。太陽なんですね。確かに明るくて太陽みたいなね。ありがとうございます。笑顔がいいですね、また。そうですね、ありがとうございます。素敵なことでね、本当に、うん、ちょっとソレイユさんのことね、もっと知りたいと思うんですけども、はい、これもともとソフトボールのボールやってたんでしたっけ。はい、ボール、あ、ボールじゃない、あ、選手をやったんですね。選手をやっております。やってて、どうしてこの歌手になろうと思ったんですか。なります、ね、そうなんですよ、もともとオリンピック選手を目指していたんですけれども、うんうんうん、そこから歌、スポーツ選手の時に常にこう音楽が耳にこう入っていて、はい、そうなんです。緊張ですか、もう暑すぎて、わーってなっちゃって。いや、グランドでも音楽が流れますし、流れてんの？流れますし、自主練の時も必ず耳に音楽を。その時によく聴いてたの曲なんですか、流れてた。あ、その時はですね、結構それを言うとちょっと年代がバレちゃうからそうですね、あれですね、アゲアゲ系ですね。アゲアゲ系ですね、はい。そして、やっぱりその時にその音楽を聴いてすごくモチベーション上げてもらったり、うん、こう励ましてもらうことが多かったので、うん、プレイヤーが終わった時はそういった寄り添える音楽を、そして励ませるアーティストになっていきたい、今度はその役になっていきたいっていうところで、自分がもう焼き合ってる時に元気もらったから、はい、今度はお返しで、はい、今度はいろんな人に元気を届けたいと、はい、で太陽になっちゃったんですね。太陽に、太陽に、太陽になっちゃいました。素敵ですね。いや、普段はどういう活動されてるんですか。普段はですね、うん、球場や競技場で応援ソング、スポーツソング、そしてヤフオクドームですとか、はい、世界女子ソフトボール選手権大会にて国歌独唱をさせてすごい。ドームで、すごい、ドームで歌う機会なんてないでしょう、一生本当に普通の人は。いや本当ですよね。どういう気分ですか、そのもういっぱいいる人の中でこう歌うっていうのは、はい、初めて下から見た瞬間、うん、もう息ができなくなりました。どうしようと思って、はい、帰りたくなりましたね、これはちょっとどうしようって、想像を超えました。イメージしていたよりももうもっともっとすごくって、
でも歌い終わったらみんな拍手歓声してくれて、はい、あこんなたくさんの人の前で歌ったら気持ちいいみたいな感覚はなかったんですか？ありました。もちろん少しいるともう場に慣れてきましたので、もともとグラウンドにいた選手なので、そうだ、もう少しいるとすぐ慣れましたね。なのでもう国歌独唱しているときは落ち着いてました。そうなんですよ。もうその歌手がもうね、自分に合ってるんでしょうね。そうですね。もう歌ってる時はもう緊張全くしなくて。すごい。やっぱり国歌独唱というのはこうプレイヤーにとってはもう本当に特別なものなので、上がってる場合ではないですよね。やっぱりそういった方々が、そうね、はい、そっから始まるわけですね。そうです、そうです。なので、素晴らしいですね。すごいですね。着々とね、もうね、自分の夢に向かって。すごい。じゃあ普段趣味とか、はい、特技とかそういうのあります？そうなんですよ。こっくりさんとかですか？あ、違います。やったことないんです。さすがにちょっと怖くてですね。怖くて怖くて。そうですよね。どう、趣味とかございます？まあでも基本的には体を動かすことはやっぱり好きですね。あ、やっぱ好きなんだ。え、今はでも野球はやらないでしょ？バッティングセンターは行きます。行くの？行きます、行きます。こんな清楚な感じでバンバンホームラン打つとみんな見るでしょ。何あの人みたいな。結構もう真剣に髪の毛くぐって真剣に打ちます。そのハードに入って、やっぱ打てないと悔しいんですよ。あ、なるほど。なるほどね。その時はもうストレス解消になって。そうですね。いいですね。これからですね、はい、ミュージックビデオとか、はい、見たいんですけども、はい、なんかこう見どころみたいなあります？見どころ、ですね、まずこの曲自体がですね、実はちょっと演気になってしまったんですけども、オリンピックの開会式の1年前にリリースをした曲なんですね。で、オリンピック選手になる方々も含めて、あと日頃頑張ってる方々も、こうやっとたどり着く場所ってあると思うんですよ。オリンピック選手になりたい、やっと選手になったとかね、いろんな方がいらっしゃると思うんですけど、やっとたどり着いたところがゴールではなく、そこからまたスタートになっていくと思うんですね。そういったそのまた新たなスタートを切るその方々がその場所で輝けますようにという願いを込めて、作詞をしてこの曲を作っております。あ、ソレイユさんが作詞も、はい、初めて作詞をいたしました。あ、今までは作っていただいた曲をやってたんですけど、今回は自分で作詞を、はい、今回の曲が実は初めての、曲になります。どうですか、詞とか書いてみて。あ、でもプレイヤーの時の、こう今までの思い出を思い返しながら書いていたりするので、結構涙流しながらですとか、思い返りながらこう振り返りながら歌詞を書きましたね。なので意外と歌詞自体は2度目でもう次にこの曲でいこう、この歌詞でいこうということで。なんかどういう時に思い浮かぶんですか？なんかもう机に向かってさあ書くぞっていうの か、 なんか散歩してる時にバッて浮かんだりとか。あ、そうですね、どちらかというと散歩しながらというか音楽を聴きながら歩いていて、 あ、今が歌詞が出てくるというところでパッとこうメモりながら、なんかアーティストっぽくてね、いいですよね。そのミュージックビデオの見どころみたいのあります？ミュージックビデオはですね、全部グラウンドで作られております。そして私が走ってるシーンもあります。楽しみ。なんかどういう格好で走るんですか？ユニフォームでですか？あ、ユニフォームではないです。それはトレーニング、皆さんがよくウエイトでトレーニング、ランニングするときに着られる服があると思うんですけど、はい、同じようにランニングするような服装で、はい、グランドでとっておりますね。走っております。すごいですね。でももともと野球やってたのが今度歌手になってまたグランドを走ってるっていうのは別の立場でね、感慨深いですね。なんかね、やはりグランドはいいですね。なんかグランドで育ってまたね、グランドで恩返しして、ホーム的な感じですよね。そうですね、素晴らしいですね。はい、今後はなんかこうどういう曲をやっていきたいとかあるんですか？はい、今現在も実は制作中でございまして、オリンピックに向けて、曲を作っております。あ、はい、なんかやっぱ選手の気持ちが分かるから、はい、そういうね、オリンピックとか、いや、ぜひこれ関係者の人聞いてたら、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ね、伸びましたから1年。そうですね。チャンスありますよ、これは。本当に。いいですね。あ、楽しみですね。じゃあ YouTube とかでも見れます？なんか。はい、YouTube、今回実はこの、はい、
あのラジオを初めて初公開にさせていただいて、うん、その後から見れるの、はい、嬉しい。この番組で、ね、初おろしを選んでくれたんですか。はい、それは嬉しい。本当にありがとうございます。素敵な機会をいただきまして。いや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 、嬉しいです。じゃあそれではあのソレイユさん、はい、あの曲名、はい、紹介してください。じゃあ、はい、はい、ありがとうございます、はい、ソレイユあやめオリジナルソング Welcome to the Field です。どうぞお聴きください。さあめっちゃ良きラジ、あっという間に終了のお時間です。はい、早い、早い、早い、本当あっという間だよね。本当にね、まだまだ足りない。もっとチェミーとも話したかったね。いや、そうですね、いつも喋り足りない。時間足りないね、本当に本当に、うん、ということでね、はい、あいちゃんどうでした今日は。いや、楽しかったですね。なんか2週間ぶり、これ4回目ですかね。そうね、今日で。なんかもっとやってるようなでも感じしません？まだ4回なんだと思って。確かに。しかももっと毎週やりたいよね。毎週やりたいですね、うん、本当はね。そうですね、うん、さあここで、はい、あの告知が愛ちゃんあるんですよね。はい、ありがとうございます、はい、輝き隊の告知なんですけど、うん、29日日曜日にアイドルソロクイーンコンテストに、うん、メンバーがね出演します。でそこではなんと、はい、なんか対バンタイムみたいなのがあるんですけど、うんうんうん、7人初お披露目になりますので、メンバーが増えて、はい、初の、初です、ステージが、はい、前回のライブまでは2人のステージだったんですけど、うんうん、初の7人のステージが日曜日29日になります。これデビュー、まあ、デビューというか、はい、7人でのそれはもうね、その日しか見れないですからね、はい、そうです、もう初日は、初はフレッシュなね、はい、ちょっとね、あのコロナが流行ってたりであれなんですけど、うん、ぜひ皆さんめっちゃ輝き隊のライブを見てお越しいただけたらなと、ね、元気もらってください。はい、お待ちしてます。王子ホールで開催されますので、はい、ぜひお待ちしてます。ぜひ皆さん行ってください、はい、そしてその後、うん、31日、うん、小樽さんが司会をやられている、はい、アイチャレに輝き隊またまた
出演させていただきます。ありがとうございます。今度は7人でお邪魔させていただきますので、ちょっと前回はね2人だったけど、はい、2人でも全然もうめちゃくちゃ喋る2人なんでさらにちょっと騒がしくなっちゃうんですけど、騒がしくなっちゃいますけどね、新メンバーの子もね。いやちょっと楽しみ、それは一緒にお邪魔させていただきます、うん、ぜひぜひ。はい、でその日から、うん、ローソンプリントで輝き隊のアーティスト写真が発売になるんです。ローソンで、はい、全国のローソンのコピー機ですごい輝き隊の写真が買えるようになるので、うん、ぜひ皆さんそちらチェックをすごい、ね、お願いします。ローソン行ったらもう愛ちゃんに会えるんだね。そうです、はい、すごいな。いやでももう、はい、こんだけ一緒にやってて、はい、まだライブ見てないから。そうですね、7人になったでしょ、はい、これ見に行かないとですね。ぜひぜひぜひ、うん、チェキいくら、はい、チェキは、初回囲みが無料なんですよ、輝き隊、うんうん、なんで囲みはこう7人に囲まれてタダで撮れるんです。ただなら撮ろうかな、じゃあただなら撮ろうかな、囲みますんで。あ、嬉しい、囲みます、7人で囲んでほしい、はい、うん、嬉しいですね、はい、うん、じゃあこれからちょっと本当に行こうと思うんで、はい、お待ちしてます、うん、で、私も、はい、あ、イベントがね、どんどん私のイベントが中止になってるんですよ。そうですね、今のこの時期、うん、でも4月12日に、はい、あの浅草の歌劇場ってとこであのエンタメジョイントっていうイベントやりますんで、はい、ぜひ皆さん来てください。はい、はい、さあ、はい、なおこの番組はですね隔週放送でございます、はい、次回の放送は4月10日金曜日21時からでございますねえ、はい、これもうね次回もチビ来てくれるんですかね、うん、ですかね、次回も、うん、次回も来てほしいと思います。はい、はい、ということで愛ちゃん今日もありがとうございました。ありがとうございました、はい、本日の、放送はこれにて終了でございます。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。